皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、じゃーん、こちらのミニについてきたバンズのねトートバッグが、これ付録でいいのっていうぐらいかなり万能だったので紹介していきたいと思います。実は買ったのは千葉で買ってて持って帰ってきた感じなんですけど、都会だからね、千葉ではもう最後の一冊になっていました。福島帰ってきてからまあちょくちょく見たんですけど、まあなんていうの、その人がたくさんいるところではちょっと入手困難になってるのかなっていう感じでした。で、雑誌自体はですね、ちょっとストリートっぽい感じのカジュアルファッションがメインになってて、私が好きな服の感じがいっぱい載ってたり、今回表紙が石原さとみさんなんですけど中にも載っていたりして、すごく可愛いです。なんか今日顔色悪い、なんか秋冬物になっているので、ちょっとね秋冬の服欲しいなって今思ってて、それの参考にしようかなって思って買ったんですけど、すごいなんかね分かりやすくて、ポン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 ってコーディネートが載ってる感じで、すごい分かりやすくて、ミニねたまに買うんですけど、いつもねそう見やすいなって思います。今月はねネイルのこととか肌ケアとかのことも書いてあって、かなりためになる感じでした。で、このバンズのバッグなんですけど、出してみるとこんなに大きいです。さて、ここからここまでが35センチで、横ここが29センチ、ここが14センチってことなんですけど、かなり大きいです。ミニも割と大きめサイズの雑誌なんですけど、これがねこう横でこの向きで余裕で入りますね。スカスカこんな感じで、縦も多分余裕で入るかなって感じです。あんま付録目的じゃなくて雑誌目的で買ってたので、何に使おうって感じで買ったんですけど、自動車学校終わっちゃったんですけど、普通に学生さんでもかなり使えると思います。なんかサブバッグみたいな感じ。サブバッグって今持ってくのかな、どうなのかな、バッグ1個なのかな。リュックとバッグ持ってった時代もあったと思うんですけど、サブバッグとかにも使えるんじゃないかなって思います。大きいチャックがあって、飾りジッパーじゃなくてちゃんと入る感じで、中にも一つこんな感じでちっちゃめの袋、ちっちゃめのこんな感じの袋がついてます。付録のバッグとかってこうジッパーがなかったり、あと中に収納を入れるとこがなかったりして、まあ大きいけど使いにくいものが割とあったと思うんですけど、本当にこれかなり使えるなと思って、お買い物とかそう荷物が増える時にはこれ持ってきたいなって思いました。自分の財布とかポーチ入れて、あの小物系雑貨系買った時にはここに突っ込めばいいかなと思って、ちょっとね使おうかなって思う、そんな感じで使おうかなって思ってます。ちょっと紹介するのが遅くなってしまって、売り切れてる店舗もあるかもしれないんですけど、ぜひぜひ見かけた方はもう買ってね損もないと思います。780円でこんな感じで付録がついてくるので、かなり安いんじゃないかなって思います。多分ストリート系の格好してない子でもこんだけシンプルなデザインだったらバンズでも全然持ち歩けるんじゃないかなって思います。ぜひぜひ見かけたらチェックしてみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。